俺が目指す頂は、神羅万象、万物のすべてを司るところ。白羽を交え立ち会うこと数千に及べど、いまだ剣の道極めることかなわず。
馬がついえてから早20年、太平を貪る江戸の町、その近海に浮かぶ島があった。人々は浪人街と呼び蔑む、その島には無頼の戸が救い、無法の者が闊歩する町があった。公儀の目も届かぬその町は、いつしか覇業を名乗る者どもに支配され、利天橋と称するほどに変貌を遂げていった。今利天橋で新たなる矜持が始まろうとして、昔幕府が歴史を刻み、侍たちが生きていた時代、理想と繁栄の裏側で幕府によって恐怖と絶望に閉ざされた浪人街と呼ばれる町があったという。町が時の片隅に埋もれて数十年、血の雨が降り欲望が渦巻く大敗的な無法地帯へと、その場は変貌していった。住む者たちは皆皮肉で称賛し、天に見放された楽園、利天橋と呼んだ。
海と風と空の精霊たちよ、私たちに力を貸して。暖かい すごく暖かい光だ。私はどうしてたんだろう。気持ちいい。なんだかすごくよく寝た気がするな。姉様？姉様が近くにいる。すぐに行くから。こっちよ。私はここ。そう、そのまままっすぐ。誰も傷つけたくない。でも闇はまた訪れる。夢は絶望に変わり、全て消え去れと囁く。もう心が壊れてしまう。助け、誰か、私に。我が領域はゼロだ。万物いかなる存在も我が領域に踏み込むことあたわず。見せてくれろ。